政治家の中で IT に詳しい、ネットに詳しいと言っても結局これは相対評価なところがあるんですよ。逆に言うとみんなのレベルが低いところではちょっと詳しいだけで専門家みたいになっちゃうということ、それが昨日の7月2日の中日スポーツ、河野太郎デジタル担当大臣、ツイッターに何が起きている、フォロワーデジショー、デジタル担当大臣の発言としてどうなんですかということですね。これは1日夜から一部のツイッター利用者からツイッターつながらないなどの悲鳴が上がり始めた。ツイッターを買収したアメリカ起業家イーロン・マスクさんは日本時間の2日未明に自身のツイッターで、極端なレベルのデータクレイピングとシステム操作に対処するため一時的な制限を適用しましたと声明を出し、承認済みアカウントは1日6000件、未認証アカウントは1日600件と制限を設けていることを明かした。その後制限は徐々に解除されていったということなんですけど、これがどういうことかというと、その1日の夜、つまりは土曜日の夜の方から、あれおかしいな、動かないってなっているのに、2日の午後になって、ようやくなんかツイッターでおかしなことになってるっていうのが、これデジタル担当大臣としていかがなものか。もちろん大臣とはいえ、すべてのことを追いかけ続けるっていうのは無理です。寝る時間だって必要ですし、いろんなね、用事だってあります。ただこれが何が問題かと言いますと、河野太郎さん、デジタル担当大臣です。そして土曜の夜から日曜日の午前中というところはちょっとさっぴいとく必要があります。ただツイッターでトラブルが起こっているということをみんなに問いかけなければわからないということは、何か教えてくれる人が周囲にそばにいなかった。河野太郎さんと言いますと、ブロック太郎と言われるほど次から次へとブロックしていきますんで、この私も特別絡んだ覚えはないです。ただ彼がデジタル担当大臣になってから、そのデジタル政策において、おやおや、面白いことをやりになられてるというところでツイートはしていました。多分そのうちのどれかが、彼はエゴサといって自分のお名前だとか役職名とかで検索して気に入らないものを見つけるとブロックしていくんで、それでブロックされたのかなっていう気がします。ただデジタル情報にしても、これ一般的な情報にしても、自分の興味の外側にある情報、これをどれだけ仕入れるかっていうのがこのデジタル時代大事なんですね。そうしないとエコーチェンバーになっちゃう。エコーチェンバーというのは自分の興味の向かう先ばかりに関心がいって、その情報ばかりに埋め尽くされて価値観が偏ってしまう。次から次へとブロックしていくことによって、河野太郎さんに対して批判的なご意見は全部聞こえないとなっちゃっている。この情報、この中日スポーツのニュースというのは、河野太郎さんがなんか笑われてたよとかっていうんじゃなくて、デジタル担当大臣として、国政を預かる政治家として、致命傷。私は致命傷だと思っています。デジタル情報というのは、もう本当にどんどんタコツボ化していきますんで、これを活用するんであれば、やはり幅広くやらなければいけない。河野太郎大臣は、これは暇つぶしみたいなもんだからと言っております。それは結構ですけれど、情報が入ってこなくなっちゃう環境を作り出してるんですよ。これはデジタル担当大臣として私は致命傷だと思います。単純に情報が遅かったじゃなくて、教えてくれる人がいなかった。ごめんなさいね。これ、ソーシャルネットワークサービス、ソーシャルネットワーキングサービス、SNS って言ってですね、ネット上に人間関係ができている。リアルの人間関係がネット上で可視化されているのが SNS 社会。よって、河野太郎さんの SNS 空間においては、ご自身と違う意見、あるいはご自身に意見を言ってくれる、いろんなことを教えてくれる、そういう人間がいなかった。これは何がおかないかというと、彼がイエスマンになるというだけではなくて、他の情報が入らなくなっちゃうということ。一国会議員ならばギリギリセーフかもしれないです。ただ国政を預かるデジタル担当大臣としては、私はこの記事をもって不合格。こちらは毎日新聞の記事ですね。ツイッター閲覧制限、マスク氏スクレーピング批判に専門家は、ということで、イーロン・マスクさんがですね、極端なレベルのデータのスクレーピングやシステム操作に対処するために一時的な緊急措置としたということなんですが、基本的にマスコミというのはツイッターに対して厳しいことを言っております。そしてツイッターの方も、実はこれまでは API とかを使って
外部のアプリケーションとコラボすることによってツイッターの利用を助けてもらっていた。言い方を変えるとツイッターが本来開発しなければいけなかったものを外部に委ねていた。よく言えばコラボ、悪く言えば他人任せにしていた部分があるんですよ。なのでツイッター社って自分たちの能力の限界を超えた時に自分たちが保有しているサーバー以外の、まあ、具体的な名前は確か言ってなかったかな、まあ、例えばAmazon の AWS だとかマイクロソフトのクラウドサービスだとか、まあ、こうしたものを利用していると言われていて、一方今回のツイッターの制限というのはこの料金を払っていなかったから、まあ、お金がなかったからだとかっていうね、なんかミラクルな解説もあります。お金を払っていたのか、それとも一方でですね、この SNS 上を見ているとイーロン・マスクさんって、まあ、いわばギークなんですよ。ギークすると自分のところで開発をしようとしている、ツイッターの利用者が増えて外部に今まで委ねてたのを、いや自分たちでやったらいいじゃん、これ間違いでもないんですよ。外部に委託しているということは、その外部にコアの部分を握られているということで、イーロン・マスクさんが本当に全てのものを自前でやろうとしているんであれば、これ一つの正解なんです。ただ短期的にトラブルが起こる、そしてこのデータを持ってかれるスクレーピングというのは結構負担でして、アクセスされますとその分だけサーバーの、まあ、能力というものは奪われていくんですね。そしてここに、まあ、これは断片的な情報と私の推測なんですけれど、チャット GPT に代表される生成型 AI なるものがツイッターの情報をカリパクからの転売屋をしてるんじゃないか。どういうことかと言いますと、 SNS 空間において特にツイッターというのはリアルタイムに最新情報がある。すると何かを合成する生成型 AI にとってみると、オンタイムの一番新しい情報がある場所、しかもまとまってある場所っていうのはツイッターになるんですよ。するとこれを取りに来ていることは内部から確認できるんですね。アクセスログを見ればどっから来てるか分かりますんで。そしてこの週末のタイミングで自分のところのサーバーに置き換えたりだとか、いろいろなものを整理する中で制限をかけたんじゃないか、まあ、こうした見方ができるということ。その上でツイッターのビジネスモデルというところ、基本的にこれまでのネット企業、GAFA に代表される企業というのは広告型ビジネスモデルと見られてきました。広告が、ツイッターの広告が減って、ツイッターの売り上げが下がって、イーロン・マスクさん泣きっ面に蜂だなんつってね、からかう声もありました。ところが今 GAFA にだけではなく、インターネット企業って広告型モデルからの脱却を図っているんですね。具体的に言いますと、Amazon の AWS、これはクラウドサービスです。マイクロソフトって意外としぶとくって、もともとはベーシック売ってたんですよ。語弊を恐れずに言うと、ベーシックを売っていた。語弊を恐れずにですよ。ところが、今もこれクラウドの会社なんですよ、マイクロソフトって。クラウド。自分のところのサーバーを貸し出して利益を得ているんですね。マイクロソフトというと、まあ、Windows とかの、この OS を売っていたイメージが強いんですけれど、OS の販売台数というのは、パソコンに限定されるんですよ。これ以上超えないんですね。パソコン1台に2つの OS 入れるって、まあ、中には MacOS と Linux と、あと Windows 入れたりとかっていうのもね、実際このパソコンで前やってましたけれど、基本的にはパソコンの台数しか OS は売れないんです。しかし、クラウドだったら、そこでいろいろなデータ、写真だとか音声を、ここのね、ネット上に置いときたいなって言ったら、理論上、無限大にお客さんを増やすことができる。AWS の方もそうやってやっている。何かというと、広告型ではなく、自分たちのサービスでお金を得るビジネスモデルを模索している。これが世界のトレンドなんです。すると、ツイッターバーと見ると、ツイッターブルブルのツイッターブルー認証バッジです。月額1000円ぐらいでしたっけ？アップルからログインすると1300円。これ、アップル税が 30% 乗るからなんです。日本国内で1年間契約にすると、確か年間で1万円ぐらいでしたから、月々800円ぐらい。これは、
広告の場合には広告主にツイッターの営業成績が左右されますけれど、ユーザーを直接捕まえればそれはもう直接ツイッターに入るお金、そしてこの認証マークを取っている人たちを中心にサービスをすることによってもっと認証マークを取りたいなと思うお客さんが増えれば、そしてさらに世界的な、まあ今日本国内で言うと悪い円安がーって状態になってるんです。悪い円安がーって日本国内で言うとツイッターブルブルが1000円だと、あ、1000円も取りやがってなんて言いますけれど、ドル円の換算でアメリカの方の、まあ日本が円安でドル高になってるような状態ですんで、一人一人の個人からするとこの日本円換算で1000円っていうのはそんなにお高くはないんです、彼らの現地価格からすると。そうやって広く薄く、しかし直接お客様とつながっていこうというのが今の動き。それを踏まえたときにですね、メタバース ETF パンクが5月末で終了、 AI 分野にフォーカスを移すと運用会社、これはコインテレグラフジャパンというところのサイトの見出しのみ紹介します。メタバースとは何かというと、まあ言うなればセカンドライフ、セカンドライフですか、仮想空間、疑似的な 3D っぽいところでの仮想空間、まあ、このメタバースがですね、はっきり言ってずっこけたんですよ、突っかけた。それについてビジネスインサイダーの見出しのみ紹介します。メタバースの終焉、ザッカーバーグがぶち上げたブームはテクノロジーの墓場へ。チーンって感じ。社名を Facebook からメタに変えたけど業績メタメタになってるって噂のメタ、旧 Facebook。 三次元空間というのはこのリアルの中にあって、普通のというか多くの人がこの三次元空間を疑似的にある空間って慣れないんですよ。いわゆるメタバース酔いというのが言われてまして、船酔いとか車酔いと同じです。人間にアジャストされてないんですよ、仮想空間って。これから5年50年後100年後もっともっと人間の神経に直接アクセスするような入出力装置、インターフェースができた時にこれ変わるかもしれないですし、私はそれ期待しております。というのは、例えば障害を持っていても脳波で何かを動かしたりとかできる、こういうインターフェースができればいろいろなものを補ってくれる。結局人間の現実だとか技術的な進歩、こうしたものをまるっと無視して今目先のことでうっしっしとかってなる。しかもこの IT 系のものだとかネット絡みのものを売りつけたい、あれおすすめしたい人たちからすると、政治家の中では詳しい人ぐらいしか話を聞いてくれない。よってそういう人たちのところに話がどん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 と行って、しかし河野太郎ブロック担当、あ間違えた、河野太郎をデジタル担当大臣のように周りからちゃんとした、いやいやそれはね方向性としてあるけれど今無理だよとかっていう話が聞こえなくなっちゃう。例えばこれ一例なんでね、悪意はないですよ。インタビュー受けたの動画公開されました。 NFT スタジオ24ポッドキャストシリーズ、本日は日本の衆院議員であり Web3 PT プロジェクトチーム座長である平正明さんをお迎えしましたということでして、まあどうぞやってくださいって感じなんですけれど、メタバースの終焉、ザッカーバーグぶち上げた部分はテクノロジーの墓場へということでして、まあ、かようにツイッター一つ取ってみてもというよりも、すでに AWS だったりマイクロソフトであったりという形でネット環境のビジネスモデルそのものが変わりつつあるんですよ。広告型というビジネスモデル、ゼロにはならないんですけれど、それしかなかった時代じゃなく今直接何かをお客様とつながって売る時代になっている。かつてネットなんていうのは情報ぐらいしか売るものがなかったから、もうやっぱ広告モデルしかないんじゃないのって言われてたんです。今時代はサーバー、あ、じゃなくクラウドという形でネット上のバーチャルスペースを場所貸ししてそれでうっしー、まあ、儲けることができるようになっている。さらにツイッターというそのサービスをよりよく利用したい人がそこにお金を払うようになって、今イーロン・マスクさんはここにチャレンジしている。ところが政治家の皆さんが未だにメタバースであったりマイクロス、マスコミの皆さんとかがここら辺をよく分かっていない。時代が完全に変わりつつあるこの瞬間というよりはもう実のところ結構前から変わってきているんです。ただなかなか
どうしても今まで広告だったから、これからも広告、そして明日も明後日も広告だと。これは人間の直線本能です。昨日があって、今日があって、明日があると、ずっとその3点のつながりのままずっと行こうと思っている。しかし世の中は確実に変化していて、イーロン・マスクさんはそこに気づいて、そのイーロン・マスクさんの起こした変化に気づかない河野太郎ブロック、失礼、デジタル担当大臣というところ。まあ今日はこのお話、今確実にネットのビジネスが変わっている、もう変わっちゃったと、このお話を皆様と共有しておこうと思いました。